はい、こんにちは、夢屋さん音楽大学小安です。今回はですね、前回の1回目に引き続き、村下幸三さん踊り子の、ギター弾き語りバージョンの、サビということで、やっていきたいと思います。このこれですね、このこれがひたすら続く、難しいサビになってますんで、頑張っていきましょう。今回取り扱わせていただきますこの村下幸三さんの踊り子ですね、僕にとってはうちの学校にとっては1500人の記念動画という記念の曲ということになっております。もしですね、まだチャンネル登録ご登録いただいてない方いらっしゃいましたらですね、右下のチャンネル登録ボタンからぜひご登録ご入学をお願いいたします。はい、では1回目の講義に続いて2回目の講義行ってみたいと思います。踊り子のサビですね、やってみたいと思います。サビもですね、右手の方が伴奏とメロディーを兼ねた弾き方になってますんで、1回目のイントロの講義の方でご説明した練習方法、人差し指、中指、薬指だけの練習と親指の練習っていうのを分けてやるっていうところから始める。この練習法は一緒ですので、もしまだの方は第1回目の動画の方からご覧になってください。じゃあ、第1回目が見終わったという前提で、ご説明していきたいと思います。楽譜の方を弾いてみるとこういうメロディーになってます。はい、もう一回ゆっくりいきます。はい、まあイントロと同じでですね、ずっとこの人差し指中指薬指は忙しいんです。ずっと弾いてるで、メロディーが親指ということになっていて、メロディーだけ弾くとこんな感じ。はい、でコードで言うと Em なんですけども、6弦の3フレットが薬指で入ってくるんで、僕は、5弦の2フレットを中指で押さえっぱなしで、次のコードも B7 で、使うので中指置きっぱなし、こういう風に弾いてます。はい、次これですね、 B7 で、中指が、5弦と6弦両方とも、兼ねなきゃいけないので、6弦ですね。タンタンタン、これは人差し指の1フレット4弦です。はい、こうかな。はい、難しいですけどね、さすがに村下さんは 超絶テクですからね。これをあの歌声で歌いながらやるわけですから、歌の下手くそな僕にはちょっと想像がつかないんですけど、弾く分にはなんとか食らいついていきたいというふうに思いますよね。つま先で、はい、練習もありかもしれません。親指と同じタイミングで右を弾く。ちょっとまあ本当は全部これ8分音符やらなきゃいけないんですが、練習の途中経過として親指と同じタイミングだけしか弾かないっていうのもありかもしれないですね。こういう風に、親指が今度はイントロと違って、3本の弦を行ったり来たりしますんで、それにも慣れなきゃいけない。はい、でまあ最終的にはこうこの3本は8つ、やるわけなんですけども、この要領で次に行ってみたいと思います。次は、
人差し指で3弦の1フレットを押さえて、メロディーがですね4フレットいくんですね、6弦のというダン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 。でもこの3弦の1フレットはずっと弾いてなきゃいけないんで、ここには人差し指置いとかなきゃいけないんで結構きつい、こうですね。で次 Am、 Am なんですけど、ご覧の通り5弦の3フレットというメロディーになっちゃってるので、というふうに小指がもう3本使っちゃってますからね、小指を使わざるを得ないというわけです。この段通してやってみます。といくわけです。もう一回右手はだからもう機械的にというか、親指が4つ、残りの3本は8つ、こう、これを染み込ませるしかないですね。こうゆっくりから、そうすると左手に意識がいけるというか、で Am、 はい、南向きの窓から、ここは、D7、 メロディー弾きますね。G なんですけども、ちょっと、ご覧いただきたいのが、南向きの窓からの窓のとこの、この開放の点線になってる部分ですね。これは本当は点線じゃいけないんですけど、この2フレット1フレット2フレットを押さえてなきゃいけないんですけど、メロディーがといくので、中指と薬指ですね、左手のというふうにいかなきゃいけないので、これ押さえてらんないんですよね、この中指と薬指だから、この楽譜上というか、こっちを優先して開放で逃げちゃいましょうというふうな楽譜にしています。逃げないでやるとなると、親指を使った上に、窓からの下で一気に G に行かなきゃいけない、遊びなしっていうことになっちゃうんで、ここは開放でもまあ違和感ないかなというふうに思います。南無、こうこんな感じですね。ここで離しちゃう、はい、はい、じゃあサビゆっくり通してやって終わりにしましょう。つま先でからですね。Thank you.
はい、うん、やっぱり難しいですけれどもね、なんとかあのものにしていただけると嬉しいなというふうに思います。僕もちょっとこれ歌いながらだと無理だなと思いますけどね。さすがですよね。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。今回はですね、踊り子ギター弾き語りバージョンのサビということで、やってまいりました。難しいですが、かっこいいですよね。このソートメロディーとそれに歌メロが乗るというこの素晴らしいメロディーと構成になってますね。うん、ということでこれもイントロに続きサビもぜひものにしていただければなというふうに思います。次回は最後のコースになります。踊り子の最終回ですね。ギターソロということで最後やっていきたいと思いますのでお楽しみにしていてください。それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございました。